はい。
東京都内の感染者数が100人を超えました。そして新たな情報が入ってきました。日本サッカー協会会長の田島幸三氏も新型コロナウイルスの検査を受け感染が確認されたことが分かりました。先ほど会見を開いた神奈川県相模原市市内医療機関に入院されていた方1名が昨日お亡くなりになりましたので、さらに私は行かない予定ですね。今月3日から市立の図書館や体育館などおよそ100施設を休館にしていた千葉市、市民から休校中の子どもの居場所が欲しいなどといった要望が相次いでいたため、椅子の数を減らし間隔を空けたり換気をしたりした上で市内31施設が今日から再開したのです。何冊読んだの今日？ここは10冊も足りないから絶対足りないから。静岡市内のスポーツジムでも今日から営業です。こうした中今気になるのは東京オリンピック・パラリンピックの開催について。昨夜、安倍総理は東京オリンピック、パラリンピックを完全な形で実践するということについて G7 の指示を得たところでございます。 G7 主要7カ国の首脳によるテレビ会議で完全な形での実現に指示を得たと明らかに。警察によりますと、事故の直前、自転車の乗り物さんを追いかけていた場合は、このようにしたら、迷ってるのは一回だけ。自転車の荷台をつかみ、倒したといいます。
方がいいとか言うか。そして、倒れた前に並ぶ。胸など2箇所を刺したというものです。刺した後、浅野容疑者はうずくまったのは、ドリアさんの隣に座っていたといいます。夫婦の間に一体何があったのか。捜査関係者によりますと、5年頃から別居していたという2人。さらにその後の取材で、妻は数年前から家庭の話で困難になっていたと言われることが新たに分かりました。浅野容疑者と10年ほどの親交があるという人は、親子連れが籠いっぱいに立っていたのは花の前。先生数ぐらいで休校とかで行くぐらいなので、アイナメと居酒屋で売ってるアイユホッケ、あれも同じアイナメかな。ああ、なるほどですね。で、アイナメは高級かか、で、ホッケ順はやっぱりその時は呼ばないけど、死ぬと匂いがアンモニアというか、その匂いが強くなる。サメみたいなもんですかね。昔はそれは肥料みたいだったけど、もったいないから風干しみたいな、すぐ殺して、水着とかそういう。で、アイナメは高級魚だからっていう感じで、売り出したっていうか、区別した。同じ種類。でも、大田の言い方は、じゃあアイナメ時間取ったら臭くないですか。あれはある程度大丈夫です。あ、そうなんですか。餌が違うのかな。前提で、あんたもしませんし、会員割りでもなんかあるんじゃないですか。それでもやっぱりちょっと用意していたかもしれないから、分からないけど。あとは、無理やり使いのが、エイドは、あと、ハスでいいと思う。あれは、やっぱり、エイはそうっすよね。川、死んだら川にこうアンモニアみたいなのが回るんですよ。だから匂いが強いから川を入れて、もうこの部分しか取んないですよね。で、あとはもう瞬間的に冷凍して川を抜いて、さらっとして、あ
ぱいの写真を撮りました。ちっちゃい頃はちょっとやってました。休めってね、休まない順番。僕ちょっとフランス料理かぶってて、フランス料理かぶってたんです僕が。だからエイも使ってましたよ。A はね、結構人気でしたよ。まあ旬じゃないと食わないですけど、みんな。だから料理人の話はちょっとわかります。ちょっとだけですよ。なかなか面白いな。なんかそういうちょっとしかわかんないです。いや、感じる人だなって雰囲気で僕は感じました。ああ、そうですか。フランス料理の岸辺一徳とか、はい、そういうのがしょっちゅうしてる。ドアソンって感じで。岸辺四郎の兄貴ですけど、タイガー。お兄さんですよね。はい。いいですか、ありがとうございます。お年作ってもちょっともう、県外行ってくるから。カチンと来ますよね。いや、来ると思います。誰に口聞いてんのみたいな感じです。はい。かわいい。ひき肉で。この豚小屋あると、大掃除最初からしますか。面白いじゃん。どどいすぎたねえ、まあ、そんなもんどついたろかっつって言ってね、もう本来はね。でもね、初めてお会いして、ああ、まあ、喋るのも楽しく、世の中ってやっぱり楽しくいいろんな人がいますからね。まあでも葛藤の世界はやめてで思ってたけど、現実になると、まね、葛藤の世界、そうなった時にはね、もうね、いや不思議だなって、神様ってすごい人だなどうしようかなって思う時もあります。まずどうも。